抑えます。さあパリ・サンジェルマン、ここから危険な形を作れますか。ムバッペ、もう綺麗に、ここにいるのはネイマール。実に鮮やかです。余裕がありますね。厳しい、追いつきたい、決まった。タックルが決まりましたがスローインです。ドラクスラー、ここにいるのはネイマール。マークを振り切った、テクニックを見せつけるネイマール。さあリードできるか。決まりました。ここはダビド・ルイスのクリア。ラキティッチ、取られそうだが取られない。ラキティッチのテクニック、素晴らしい動きです。足技を持っている選手ですね。中央へのボールはクリアされました。これはカウンターのチャンスです。カウンターのチャン、絶妙なパス、ウスマン・デンベレ、いいところに出た。ほとんどチャンスありました。この選手がラキティッチです。バルセロナサイドにスペースがあります。うまく振り切った。さあリードできるか。で開幕を迎えます。今シーズンは念願の昇格を目指しているはずです。そのためにもこの初戦に勝って勢いをつけたいですね。こちらがバルセロナの先発メンバーです。1点リードにできるか。バルセロナのキックオフで後半開始です。素晴らしい動きです。足技を持っている選手ですね。コーチーニョがマークをかわした。 FC バルセロナチャンス、ここはシュート、ナイスシュート、見事。ブスケス、メッシ、メッシゴールです。ここはインターセプト、しっかり予測していました。見事にかましていく、見せてくれますね。綺麗にかわして攻撃に出る、ディフェンスを置き去りにした、いいところに出た。ここでこの試合最初のゴールが、さあスタジアムのテンションが上がります。ディフェンスを抜いた、ラフィーニャ、素晴らしいパス、狙った、入りました。カンセロ、カゼミーロ、抜けてきた、素晴らしい動き、同点ゴールが来るか。これはポストに弾かれたか。惜しかったですね。決まったと思いましたが枠に嫌われ同点とはなりませんでした。華麗なボールタッチ、とても鮮やかでした。ウスマン・デンベレ、デンベレ、ここでゴールです。同点に FUT チャンピオンズウィークエンドリーグの試合をお届けします。今日の実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんでお届けします。このリーグは競争が激しいですからね。コーチーニョがスルーパスを出しました。試合開始、笛はないようです。足を止めてはいけませんよ。ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。このシュートで勝ち越せるか。グリーズマン、ボールを運びゴールに襲いかかります。味方に出すでしょうか。ブスケツ、いいところに出た、入りました。試合はラキティッチです。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。
中へ切り込む。スアレス、キーパーファインセーブ。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。ここはクリア。それは危ない。最後のところでディフェンスがしっかり仕事をしました。あのままならゴールが決まっていた場面でしたが、これはディフェンダーの反応を褒めるべきでしょう。見事なテクニック。いやラキティッチへ。カゼミーロ、ラキティッチ、ラキティッチ、決まった決まった。グリーズマンがスルーパスを出しました。コウチーニョが決めた。素晴らしいスルーパス。このシュートはどうだ。決まった。ラキティッチ、中へ切り込む。ボーテン、これはポストだ。チャンスになります。デンベレ、ポストに。このシュートで勝ち越せるか。キーパーこれをセーブした。のコーナーで再開。中央へのボールはクリアされました。ディフェンスの前に出た。同点ゴールなるか。同点